こんにちは、アシスタントのガルです。はい、でちょっと疑問だったんですけど、はい、ダイさんはずっと今までの話を聞く限りアダルト系のね会社、アダルトビデオを制作するような会社で働いてってか立ち上げたりしてたのに、なんでいきなりこういうなんか営業関係の、まあ、ネクシーでしたっけ、ネクシーズをなんかやろうと思ったんですか。ネクシーズは今の社名で、当時はニオンテレックスね。ああで、まあ、ニオンテレックスの株 50% と僕が持ってた会社 50% で、テレックスジャパンって会社をね、うん、作ったって話を前回したけど、うん、まあ、営業会社っていうのはね、まあ、今の時代もそうなんだけど、もうもはや営業はやらない、もう時代遅れだとかね、うん、営業は意味ないとか、もう営業 今そういう人もいるのよ、うんうん、ね、それ違いますからね皆さん、いいですか、ね、それは大きな会社でね、もう販売ルートも確立した会社はそうだけど、これから皆さんがね会社を起こしたり起業したりするのにね、うん、物を売る、情報を売る、ね、いずれにしても自分のサービスを持っていくためには当然営業力っていうのはこれは欠かせないんですよ、ね、だから営業は不必要なんだ、とんでもない、これからもますます営業っていうのは必要になってくるんです、まあ、でも営業しないと自分の会社知ってもらえないんです。そうなんです、全て営業なのよ。飲食店が SNS で告知するもん、これも営業でしょ。でも、ね、電話でセールスされるのはうざいです。うざいね、うん、で僕はそのうざいね、うん、営業を自社で、ね、うざい会社だったんですか。じゃあ、うん、うざいですよ、あんなもん、うん、うざいけどそれは自社 の武器としてね、うん、営業チーム、営業の会社は作っておきたいなと思ったんですよ、うん、特にね近藤社長がやってたね、うん、鬼電、うん、っていうのか、今で言うとね、うん、もう1日100本200本電話するんだから、うん、それをさせる技術、うんうん、そういうのは僕ね自社で欲しいなと。で、うん、その舞台をもう会社で別会社で持ってれば、うん、僕がこれからねいろんなビジネスやっていくのに販売力は、うん、販売力は自社でやってくれるでしょ。あ、なるほど、それで成長させたかったんですね、うん、今後の自分のなんかこうラインを広げていくために、いろんなビジネスをやるのに、うん、営業力の部門を持っておけばね。なるほどなるほど、まあ、それが目的で僕はテレックスジャパン、はいはいはい、ね、日本テレックスと僕がやってたベンチャープラザジャパンのジャパンを取って、うんうん、テレックスジャパンってね、社長は大前くんですよね、うん、今も、ネクシーズの、まあ、ナンバー2ですよね、うん、それを社長にしてやってたと、こういうことです。でもまあなんか育っていてきたとかなんか言って、前なんか近藤社長すごいなんかベタ褒めしてましたけど、はい、結局なんか乗っ取られちゃっててなんかどうしたんですかって感じなんですけどまあね、それはまた今度詳しくね、うん、僕があるところに長い間ね、こう行く事情があって、で、まあ、乗っ取られたんですよね、結局乗ったりとか乗ったり、それは事実、うん、これ事実、乗っ取られるじゃないですか、うん、こんちゃん、まあそれはそうですよ、池王子、うん、まあそれはとんでもないことだけど、そこがね、僕実は乗っ取られた後にね、うん、僕いない間に乗っ取られたんだよね、しつこいけど、うん、で、まあ、いないのが悪いですよ、そうそう、いないのが悪い、うん、で僕が出てきたからね、出てきたから、うん、まあ、近藤社長と会って飯食ったんだけど、うんうん、なんて言われたんですか、聞いてやりたい、彼はうまいんだよ、うん、うまいの、あ、もしかして会長がいない間に僕がねこう世話しといたんですよみたいな、いや、だ俺の会社どうなったんだと僕見たけど、そこははぐらかすんだ、こんちゃんは、え、どんな感じ、うまい、だってそれはもうはぐらかされちゃ困るよね、うん、だって日本テレックスの一部になってるわけだからね、え、もうその時にはもう名前変えられてたんですか、うん、いやもうまだテレックス休眠になっちゃってるね、この会社ね、まあこれも概要欄に貼っておきますけど、僕と近藤社長で作ったテレックスジャパンって会社は、うん、今閉鎖されちゃってね、うん、もうなしにされてるんだよ、だから存在しなかった、いや存在はしてた、で存在したから閉鎖等本っていうのはあるわけでね、うん、でその舞台とかその販売した部分は全部今のネクシーズに吸収したんだろうね、うん、まあ、だからまあ手よく乗っ取る、うまい乗っ取りをされたのよ。なるほどね、うん、その新しいネクシーズの会社はもう社長は近藤さんですか。もちろんネクシーズっていうのは日本テレックスを社名変更して、うん、ネクシーズっていうふうに言ったの、分かりやすく言うとね、うん、なるほど、まあ、その間何回か社名はまあ、いろんなこの
テレックスジャパンを僕とやったんで、じゃあもともと太地さんとその近藤さんが一緒に持ってたやつをもう全部取られちゃったってことですか？そうです、まあ、場所がなくなったってことですか？居場所が、いや居場所がなくなって会社を取られちゃったのよ、ね、だからその乗ってる人でお金もらって少しでもお金もらってるのは納得いくけど、お金もあの僕に1円も出さないで乗っ取ったっていうのはこれね、うまいやり方、うまいやり方。買い取ったってわけでもないし、買い取ったわけじゃないから、だからあの僕のこの日本テレックスの株式どうなっちゃったんでしょうねっていうのが、そう許されるんですかそんなこと。許されない、許されないんだけど、うん、まああの近藤社長と会ってみれば分かるけど、うまいんだよとにかく。あ、なんかもう怒るに怒れない。そう、もううまいね、懐の入り方とか。イケメンだしね、うん、もう笑い顔が可愛らしいんだよ。え、いや本当かあの、僕そういう変な趣味ないけど、うまいんだよとにかく。うまくこう表現できないけど、いや一番怖い恐ろしい子って感じなんですけど。あ、なるほど、うん、一番腹黒いタイプだ。あ、まあ、だけどね、まあ、あの、あ、会った人はみんな好感度ナンバーワンの社長ですよ。いや騙されない、私は。まあまあ、あのガルだったら騙されない、まあ、騙されないって言うけどね、あの、まあ、いずれしてもあの不思議なのは、うん、僕はそこに怒りを覚えないんだよ。あのこの後話すけど、この後話すけど、ソフトオンデマンドはあのテリーとね、うん、やり方が汚い乗っ取りの仕方をして、それまた話しますけど、それは怒りが、それはもう今でも怒りね、うん、あの、あ、それはもう非常に悪質なやり方されたんでね、うん、あの、しかも僕がいない時に、僕の最初の奥さんが株持ってた会社なんだけど、うん、それをねやられたんで、それについてはあの女子供を騙すようなことをテリーとしたから、それは、あ、それはもうクソったれ、それはうん、クソったれ、まあ、下道だ、ガルの言葉借りればクソったれなんだけど、近藤社長、近ちゃんはね、あの今でもそのなんていうんだろう、そのまあ、うまいのかな、そういうの。うまいってのは何ですか、なんかそう取られたことにも納得がいくっていうことですか。納得いかないよ、納得いかないよ。全然それはあの僕のうまくねえじゃん、日本テレックス、あ、テレックスジャパンって会社を作ったね、僕のその仲間とか出資した経緯を知ってるね、うん、それから僕は社員をもうほとんどの社員を送り込んだ、そういう人件費だとか、うん、募集告知も会長そんな甘いことしてるからダメなんだって、もう僕は逆に叱られる。お前んです、お、そんなだから俺に取られたんだぜ、うん、みたいな。まあまあ、いずれにしてもね、まあ、事業を言いたいのは、うん、あのいろんな事業をやっていく中でね、もう誰も信用するなってことですか。いや僕は信用難しいんだ、これが分かる、今いい質問ですごく、うん、あのね、信用とか信頼しないと人とは付き合えない、うん、で付き合えないんだけど、あまりのめり込んで、まあ、100% ね、もう信用信頼しちゃうと、あの結構停滞ね、あの失敗もあるんで、まあ、やっぱり事業家の人っていうのは、まあ、うん、ね、もう人は誰でも裏表ありますから。で、こんちゃん自身も、うん、だからそうやって人の道を外れるじゃないですけど、うん、人との関わりをちょっともう切る代わりに自分は出世したわけですから。いや僕はそこね、うん、弱肉強食いうかね、力のあるものどんなあのことしたって這い上がるっていうのはね、これきれい汚いはいいと思ってね、僕は。きれい汚いってのは戦国時代なんかね、あの兄弟も殺すし親も殺すし親は子供も殺すわけでしょ。であの現在そんなことないって言ったら、やっぱりお金が絡んだり事業がうまくいったりするとね、やっぱりあのそこに入り込んでくる人もいるしね、それはやっぱりあの時代は変わっても、うん、やっぱりあの脇をね甘くしちゃいけないって言うんだけどね、うん、こういうの、綺麗事だけの世界じゃないって言うんですね、うん、そう、もう事業はね、本当言いますよ、事業っていうのは綺麗事じゃないですからね、うん、あの近藤高見くんね、今ネクシーズの東証一部上場の社長ですよ。だけどどんなことしてのもやっぱり勝たなきゃいかんのよ、企業っていうのは、うん、いいですか、うんうん、まあ、汚かろうがそんなこと関係ない、まずはね、うん、あの成功して、ね、しっかりと利益出す、利益出したら約 40% 強はお国に税金取られるわけだから、うん、ね、だから結局、まあ、勝てば官軍かもしれないけど、事業化やった以上は、ね、やっぱり成功しなきゃいかんし、ね、うん、従業員抱えていればその家族守んなきゃいけないわけでしょ、うん、だからもうあの戦国時代もそうだけど、勝てば官軍なんだよ、勝たなきゃダメ、うん、勝ったら歴史に残るんだよ、英雄って
みんながね、うん、尊敬あがめるわけでしょ、うんわーってね、失敗したらもう悪く書かれるんだよ、うんね、どんなに今までいいことしててもね、そうでしょ、例えば織田信長とね、桶狭間で敗れた今川義元っていう人は立派な武将だったんだけど、うん、もうボロクソに言われるわけだよ ねそのくらいやっぱり事業も同じですから、ね、事業やる以上はね、どんなことしてても、ね、法を犯さない限りですよ、うん、法を犯さない限り必ず勝たなきゃいかん、成功しなきゃいかんという、僕はこのネクシーズからあの近藤社長のね、ある意味したたかな、うん、ねしたたかなやり方は、うん、あのすごいなと僕は思います。言葉巧みだったってことですか、はい、言葉が巧みだったんですか、まあ、いやあの彼はどううまかったのかがね、ただそれはね、うん、あの実際話してみないとわからない、わ、うん、かんないな、うまい、あのとにかくあの、うん、人を不快な気持ちには一切させない人よ。そんな人間がいるんですか。近藤高見社長に会った人は100人が100人とは言わないけど、ほとんどの人がその人からにあの参ったってなると思うよ。イケメンだしね、うん、イケメンだし、まあ、あの面白いし話術が面白いしね、うんうんうん、まあ歌も踊りもうまいんでね、それはどうでもいい情報ですけど、はい、それはどうでもいいか、はい、じゃあ今日そういうことね、うん、あのネクシーズ絡みの、うん、僕と近藤社長で作った、ね、テレックス、うん、捉えちゃったけどテレックスジャパンという会社の物語を、うん、あのお話ししました。はい、はい